やまさしくギターヒーローと。そうですね、本当にこう、うん、なんかみんなこう産業ロックへ走っていく中、チャーだけはずっと変わらず、ね、このジョニー・ラスのチャーもそうですけども、あのスピリットを保ち続けてるというか、まあ阿久悠さんの曲をやったりとかしてチャレンジ精神がね、チャーの人一倍ですからね、うん、もう今やでやれることで頑張って、はい、頑張ってますね。そして RC ですが、はい、70年にあからくに分かわないっていうデビューした時はフォークだったフォークっぽかったんね、最初はケンチさんという左利きのギターだったよ。それは思うと途中からロックになって70年ってことでしょ、うん、もうすでに25年全然変わってないですね。変わらないです。変わらない、ね、そういうとすごく本人怒ると思いますが今携帯電話とかかけてますけど変わらないですよね。4分の1世紀頑張って続けてるんですね。まさにですね、うん、生きながらにしてずっと伝説を作り続けてる、はい、生きながらにして伝説。そうですね、最後、ギターヒーロー、そしてですねボーカリストヒーローのお二人を取り上げて、はい、一応ここまでで